どうも、エルザレットです。それでは、イーストワードやっていきたいと思います。いやー、随分遠くまで来たよねー。ねえ、フライパンしか今持ってない状況なんで、募集されたからね。そう。フライパン一つで頑張ろうかな。あ、セーブポイントだ。不思議な場所だと思わないか？機械集めが好きな人もいれば、人間集めが好きな機械もいる。浮いてんだよな。おう。生命の卵。究極の発明にして、人間工場の基礎でもあります。これは最初の作品であるブレインマン。脳だけの存在ですが、思考能力は人間と変わりません。これが我々に無限の能力を与えてくれるのです。機械ごときが私を物のように言うな。私は正真正銘の人間だ。気性が荒いのです。しかし、仕事をさせるのは簡単です。過ごしして、刺激を与えればいいんです。それ壊れるからね。恐ろしいこと言うな。我々の技術は日々成長を遂げています。さほど時間をかけることなく、最初の人造人間が完成しました。特性をカスタマイズした状態で生命の卵から生まれるのです。原始的な生殖方法はもはや不要となり、真の超人が作られるようになったのです。とはいえ、生命の卵も一つの製造物に過ぎません。人類の可能性を突き詰め、人類の繁栄を再現のために、最後の鍵が必要でした。次の部屋へ移動してください。なんだ、人間か。珍しいこともあるのだ。私を認識したものは君が初めてだ。まあ、このご時世、何が起きても不思議ではないか。ご時世といえば、今は何という時代だ。人類はもうこの国を、この星を離れたのか。もうそんなに悪い状態だったんだ。魔物がはびこっていることを考えると、たたりはまだあるのだろうな。無口な男だな。まあ、沈黙は欠点ではないが。これ何なんだろうね。これ初めてのオムンクルスかな。これも一緒だもんね。お、サンちゃんに似てない？これはまずは思考の存在です。無限の可能性を秘めた人類の究極の回答。まずあのかけらが一つでもあれば、人間工場を幾世代にもわたって稼働させられます。人類がたたりによって絶滅しようとも、マザーが文明を再生してくれるのです。マザー、生命の卵、そして我々のいるカロン。以上が文明再生の三大要素です。ああ、じゃあやっぱたたりはどうしようもなくて、仕方がない状況だったから、やっぱ文明をどうにかするために残したのがこれだったんだ。いや、カロンもそれなんだ。運び手みたいな感じなのかな。カロンは死を招き、マザーは再生を巻く。あ、カロンが死を巻くんだ。あ、だからたたり来てたんだ。ああ、なるほど。人類は死と再生を繰り返して、真の繁栄に到達するのです。ああ、ってことは、たたりで人死んで、で、その代わり、また人間工場で人間作ってるから、それよりさらに完成した人間を解き放つっていうサイクルか。
お、さんちゃん。また、ちょっと戻っていい？あ、戻れないか。一つ入れるのかなと思ってね、扉がね。テレビだ。ジャスパーだ。うまくいくかしら。心配いらない。僕が教えてあげるよ。この先の道中、パワーだけじゃやっていけねえ。知恵が必要だ。知恵か。え？サンちゃんが二人。サンちゃんも人造人間ってこと？ケンタロウ、予想通りだけどね。あの間抜け、また迷子になったに違いない。道を見失った時思い出すでしょ？それだけ？一緒だね。アルバだ。でも何か足りないような。最後の決め手になる、これだみたいなものが。今までの記憶か。でも何かが足りないような。あ、これやっぱ選択たまたま合ってたんだ、俺。ただね。どうだろう、合ってんのかな。 D、 この料理は友情の味がする。おかしいだ。サンちゃんが顔真似してたね。ジョーカー、わからなくなっちゃったんじゃ。でもね、もっとすごいのがあるんだ。スロットだ。いや、大量に稼いでた子でしょう、サンちゃんは。ウィリアム、ターゲットはすぐそこだ。どれも一緒なんじゃない？真ん中？これはサンちゃんの記憶かなあ。走った。ない、フライパンのみ。おお、ホットクロック島のデパートじゃん。やっぱ、あ、でもそうだね。未来と同じポスターだもんね。やっぱ、お前らが、いんの？いや、君は強いよ。君は強いよ。あ、全部記憶だ。まさか野球がここで生きるとは思わなかったな。俺これ苦手なんだよな。
4発か。いけ。で、はいはい。え？むずくね？めちゃくちゃむずくね？こうか、こうしたら楽勝か。またナメクジが。やばいやばい。痛い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 。こりゃ卑怯すぎやしません？ほら。あ、道が。ダム城の周りか。武器なんもないよ。え、どっちが正解？しかも上のやばいやついたよね、今ね。こっちにもいんのか。なんか一言くれるとうげーみたいなのがあるとさ、あのこっちも動きやすいんやけどさ。あ、そのままやれるね。よし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 、そのままやれるんならもうゴリ押しするよ。やっぱよっぽど体力高かったんだなあいつは。あと一つで、マックス。うわぁ、これ、うねうね気持ち悪い。これさ、最初のデパートのあそこじゃない？ジョンが襲われたところじゃない？ボス戦したところだよね、多分ね。あ、めっちゃうにゅうにしてる。あ、たたりだ、しかも。防衛反応的な感じなのかな、このたたりは。え、何君、初めて見るやついる。え、しかもあいつ死なねえ。やばい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 。やめて、そのあれみたいなやつ。あれ、あの名前が出てこない。ラスアスみたいなゾンビやめて。あ、一撃必殺系のキノコのやつ。ちょっとあとこれはい。キノコゾンビいった。キノコゾンビな、多分これ死なないんだよな。回復は取ってくる。これは無視して、よし、オッケー。暗くなってきたー。そっちかー。まだ2発で倒れるからいいけどさ。左右か。ういっと避けて、こっちも。いて、いていて、いて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 、それ卑怯だって。
扉を開けた瞬間攻撃してくるのダメだって。あら、やっぱマザーにとってはちょっと邪魔な存在なんだね。でも確かに、なんだっけ、ロケット騎士団も変わったねって言ってたからさ、やっぱジョンの影響はでかいんだろうね。おお、横、やばいやばいやばい、うわー、ナマズ、ナマズは嫌、ナマズは、うーい、やばい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 、そんな、あ、これかけないね。そんな潰しにかかることある？うそ、前、あー、危ない危ない、上、はい、いらー、うん、右どっちの、あー、マジで痛い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 、それは卑怯だって、それは卑怯だって、たたりめちゃくちゃ痛いんやから。しかも近づいてから動くからね、動かないんかい、うー、あー、マジか、あの扉持って遊びやがって。いやー、そこかい。あー、めっちゃサンちゃん邪魔してくるやん。こういう時は意外と真ん中。テレビ見たくないの？じゃあ、あなたの好きな大地の子でもやる？ここから出して。私は誰のマザーでもない。ジョンのところへ行かせて。まだわからないの？人類なんて登場する価値もない。私にこの世界を浄化させて。昔のように。そんな話聞かない。あなたと一緒にしないで。私はサンだもん。ジョンと私でこんなの終わらせてやる。はいはい。ならそこにいればいいわ。未来永劫をずっとここに。誰も助けになんて来ないわよ。ちょっと戻ってよ。こっから出して。ここから出して。ジョン。ジョン。ジョン。思いっきりぶつかったな。ジョン、助けて。閉じ込められちゃった。もう一人の私に。あははははは、あ、これもマザーなのかな。面白いわ。人類ってなんて面白いのかしら。何？まだ物足りない？じゃあこれはどう？ジョンが絶対にあなたたちを止める。私たちは凄腕の研究員なんだから。どう？満足した？あ、この笑ってるサンちゃんも不気味だね。あはははは。人間は弱すぎるわ。私に近づくことすらできない。彼女がいなければあなたなど何者でもない。ゲームして遊びましょうか。あなたのために用意した特別なゲームを。え？アロン戦ってこと？
やっとこっか。再会が常に幸福とは限らない。だからといって今引き返せば再会の可能性すら失われかねない。いやー、最後のセーブかなー。行こう。ちょっと引っ叩いてマザーの目覚まさんと。可愛いでしょう。初めて会った時から可愛い子だった。彼女はあんたちのことを羨ましがっていた。いろいろなところへ行って自由に冒険する、それが彼女の夢だった。けれど彼女はダム城の守護者になることを宿命づけられていた。嘘やろ。アルバをアレにしたってことか、種にしたってことか。でも今は自由になった。彼女はこの列車とつながってる。もうすぐたたりが全人類を浄化するわ。人工工場、人間工場からはまたアルバの子供たちが生まれ、そして彼女の代わりに夢を叶えてくれる。私はここに残って時の終わりまで彼女を守る。だから、ここから先へは行かせられない。マジか、戦うことになんのか。おお、やばい、いて。いや、強すぎじゃね。いて。にゃー、強いな。ほいほい。マジか。いて。めちゃくちゃ痛いんですけど、前よりも強くなったわね。いやー、それはね、頑張って旅しましたから。でも私の意思は決して揺るがない。ちょっと待って、回復させてちょっと待って、そりゃ銃使わせてくれんわな。そりゃそうやわな。リズム系。ほら、じゃあ俺こっち。いて、行かってくれるとかじゃないの。いて。あ、ごめん。痛い。微妙に遅れてんだよな。いて。痛い。つえな。迷いは捨てたのに。どうだ、茶師の剣は。いなさい。これが最後の戦いよ。
痛いね、痛い、めちゃくちゃ痛い。痛い、テンポ変えすぎやろ。あのね、チャージがね、もう全然間に合わない、貯めれない。で、痛いよー。いやー普通に強え。でい、ここまでか。終わったのよ、イザベル。すべてが終わった。アルバ。アルバなの？私のためにここまでしてくれた。アルバ。でも死んだ人は生き返るべきではない。認めない。あなたは死ぬはずじゃなかった。もう過ぎたことよ。わかってるでしょ？あれは私じゃないって。剣を下ろして、私の騎士さん。あとのことは彼らに任せましょうよ。彼らは。あ、自分が見える。イザベル、アルバ。ごめんね。もう一人の私が。違う、あれも私。私、ひどいことしちゃった。やっぱり3人は癒されるな。アルバ。よし。充電完了。よく聞いて3。これはあなたのせいじゃない。カロンと融合したことではっきり見えるようになったの。あの巨大な闇の意志はこの先で待ち構えてる。3、あなたを乗っ取ろうとしてるのよ。彼女があなたを完全に支配したら、人類は抹消される。そんなことさせない。行こう、ジョン。でもその代償は絶対に勝つよ。ジョン。やっぱりダメだ。これから最後の戦いになる。ジョン、何が見えてもそれは私じゃないからね。絶対に絶対にあいつの計画を阻止して。ジョンならきっとできるよ。うん、きっとできる。
わー、これサンちゃんにも帰れないんだ。